皆さんこんにちは。こんにちはなのぜ。ジャンクパワーズの田中優です。今回は、冒険者ギルドの後半をやろうかと思います。主にクエスト関連なのぜ。というわけで、いきなりドーン。今回は下3個の説明をするのぜ。まず最初は、職業を変更するですね。今のところ、レベル2以上なら転職可能になっています。しかし、転職する際、ステータスポイントが足りていないと、転職はできません。何度かレベルアップして、ポイントを調整するのぜ。最低でもレベル7くらい、できればレベル20くらいは欲しいところです。転職に成功すると、基本ステータスは変わらないが、レベルは1に戻り、少し歳を取るのぜ。以前解説した通り、最初から全てのスキルは使えません。使用可能レベルまでキャラクターを育てる必要があります。どの職業から始めて、どういった職業を経て、最終的にどの職業に落ち着くかは、プレイヤー次第なのぜ。転職の際、装備は全て外されるので気をつけましょう。転職を繰り返せば繰り返すほど、年を取っていくが、若返りの薬というレアアイテムがあるので、それを使って年齢を若返らすこともできるのぜ。もちろん、グッドのキャラクターが、デビルの職業に就くことはできません。逆もまたしかり、なのぜ。ですので、最初のキャラクター作成は、計画性を持って、作成することが重要になります。まあ、がっちり考えなくても、なんとなくでもいいのぜ。時間と幸運に恵まれていれば、すべてのキャラクターのスキルを、覚えたスーパーなキャラクターも夢ではありません。それをやったところで、どういったメリットがあるのか、疑問はあるが、これも遊びの一環なのぜ。さて、次はクエストを受けるです。オリジナルにはなかった、このゲームの、特徴の一つです。〇〇を倒してきて、その証拠となるバツバツを持ってきてほしい。といった感じのクエストなのぜ。クエストはたくさんありますが、最初から全てを選ぶことは、できません。何度もクエストをクリアして、冒険者ギルドの信頼を得て、クエストの解放をしていくことになります。クエストは、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナに、分かれていて、報酬も違ってくるのぜ。プラチナクエストは、いわゆるメインクエストのようなもので、これをクリアしていくとストーリーが進みます。他の3種類のクエストは、どのフロアにいるどの敵と、決まっているのぜ。例えば、オークの牙というクエストなら、証拠となるオークの牙をゲットすれば良いのですが、どのオークでも良いわけではなく、決まった場所に出現するオークを倒して牙をゲットするという、流れになります。クエストを受けていなくても、対象の敵は出現するのぜ。クエストを受けていなくても敵は出現するので、証拠物を用意してから冒険者ギルドでオファー、そしてすぐにクエスト完了報告をして、報酬をもらうことができるのぜ。で、クエスト報告ですが、クエストをオファーしたキャラクターのみ、報酬を得られます。クエストオファー後、キャラクターの入れ替えをして、クエスト報告しても、オファーしていない、キャラクターは報酬をもらえないということなのぜ。これは、オファーリスト画面を作るしかないですね。なのぜ。といった感じで、今回は終わろうかと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうなのぜ。ではまた来週。